阿部守と言います。二礼美術横浜では、もう約15年にわたって、展覧会を行っています。二礼美術は、まあ、こういう中華街の雑踏の中のこうオアシス的なこのコントラストが面白くて、とても興味深くお付き合いさせていただいています。で、まあ、私はもう40年にわたって鉄をずっと制作の素材として扱っていますけども、まあ、やればやるほどこう深く自分の思いが深まるといいますか、尽きない素材ではあります。で、やはり鉄の仕事は火の存在が大変大きい要素としてありまして、自分の体、鉄、大きな要素としての今の火、その関係から作り出される鉄は毎回表情が違いますし、まあ、当初私が東京銀座がスタートの個展ですけども、まあ、空間全体を使ってのインスタレーションということで、空間と鉄との関わり、そこに人間が人がどう関わってくれるかということで展開していましたけども、まあ、その思いは今でも一貫していると思います。まあ、形はそれぞれ、異なってそれぞれの年代でいますけども、まあ、一貫して鉄と人の関わり、空間との関わりっていうのは思いは同じです。で、時として外国で鉄以外の素材で最近発表することも、機会があるんですけども、まあ、基本的にこの鉄との関わりの延長にいろんな素材を自分の中に引き入れるという、そういうコンセプトで展開していまして、来年もクアラルンプール、先月は福岡にアジアの作家たち15名を招いてプロジェクトを展開したんですけども、まあ、その時の私の一つの、このシリーズの展開として、お寺の非常に広い日本間に、この鉄を置きまして、日本伝統のお寺という畳の空間にもとても面白い関係がある、面白いなんて言いますか、仏教と、その日本の伝統の空間のこう精神と結びつけたような、そういう鉄もいろんな表情を見せてくれまして、大変またちょっと、枯山水とは違う見え方がしたので、大変興味深く先月を見たところです。で、今後はできるだけ鉄の可能性をまた引き出して、まあ、鉄は素材なんですけども、まあ、自分の思いとかいろんなものをかなり正直に語ってくれる素材なので、まあ、時間許す限り鉄を制作の中心において関わらせてもらうと思っています。